ロシア産の化石燃料の輸入のためウクライナへの侵攻以降も8兆5000億円がロシアに支払われたと研究団体が指摘しましたフィンランドにある環境問題の研究団体は28日、ウクライナ侵攻後の2ヶ月間にロシアから輸出された化石燃料に関するレポートを発表しました。タンカーなどの動きから 石炭や天然ガスなどの輸,出額は輸入が最も多いのはドイツで日本の電力会社や商社も輸入を続けていると指摘しています。 また今月ロシアから他国に輸送された石炭と液化天然ガスの量は進行前と比べてそれぞれ20%と50%増えているということですインドやエジプトなどは新たに石油の輸入量を増やしているということです